こんにちは。ジュンです。ジュンです。かぶっちゃった今。今日はなんと東京から新幹線に乗って安中春菜、はい、群馬県までやってきました。はい、2人でね。またねこの2人でね。そう女子旅シリーズ。またかよみたいな。うん、そんな冷たいコメントはやめてもらっていいですか。してないけど誰もね。これからゴルフ場に行って、うん、泊まり。そうですね。明日、うん、プレーみたいなね。そうですね。予定ではね。うん、はい。早速行ってみましょう。どこへ？イエーイ。新幹線で来てスイカピッてやって止まるっていうレイサムゴルフスパリゾートに到着しました。やってきました。すごいなんか久しぶりになんかゴルフ場に来た。しかもカレドニアぶりっていうニューカレドニアぶりっていうことが起きてます。ちょっとねゴルフ場入ってみてちょっと練習して美味しいご飯をいただいてゴルフ談義してはい、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、早速レッツゴー。明日これですね、日本プロメモリアル、これだと思う。これ、4日間開催。これですね。これだ。6月2日、オープンコンペ全員賞あり。おお。ちょっと暗いんですけど明日のオープンコンペの景品がもう並んでます。すごいね。これは何？バルミューダの最強トースターです。そうなんだ。3位と7位だって。そう、私使ってますけどすごく本当にいいです。これ何？これなんかプレートじゃない？プレート。いや、お肉も焼ける。ほら本当だ。おしゃプレートだ。てかすごくない？結構豪華だよね。テレビもあるし炊飯ジャーもあるよ。いいね。わあ、すごい。なんかね、ゴルフ場の中をカートで移動してお家に着きました。オープン。どう？わあ、すごい。何これ？テンション上がるやつじゃん。ちょっと電気ついた。可愛い。素敵。何？上？あ、外にお風呂がある。庭じゃない、間違えた。素晴らしいね、ここは。丸見えじゃん。セクシージュンが。待って、丸見えだよ。セクシージュンが出るかもしれないですよ。あ、ここスリッパはまた別かな。ちょっと他の部屋も。トイレ。あ、トイレ。あ、すごい。お風呂。いや、お家だね。なんか、すごい。ここはお部屋。すごい。あちらへ続く道。お部屋が。あ。なんか。すごい。ここ何するんだろう、ここで。日光浴みたいな。すごい。おしゃれ。すごいね。こっちにもね。ポン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 。ちょっとね。ハウスみたいじゃない？ちょっと。あ、そうだね。イメージね。今日どこ行く？ゴルフ場だよね。こんな感じでした、お部屋は。はい。今日ここに泊まる。この後あれかな、着替えて練習。はい、じゃあ着替えるか。おす。練習場に来ました。明日のコンペのために練習をしたいと思います。広。ちょっとね、りさちゃんにちょっと見てもらおう。そうだね。練習のウェアもリンゴルフの、はい、すごいスポーティーじゃない？なんだかテープみたいなスタイルで。はい、リサちゃんはなんか珍しいね。珍しく赤です。これね、シャープリンゴルかわいい赤いバイザー。こんな感じで練習します。かアプローチで、あ、今日なんか変だなとか分かる。今日はどう？あ、ますね。いいって時と、いや、いい時はなんかすごいフェイスに乗るの。これぐらいの距離で。乗ってる？ちょっと開いてる。開いてるんだ。そういう時はどうやって調整するの？インパクトじゃ、この辺で決める。感覚ね、完全に感覚な答えなんだけど。あ、そうだよね。アプローチもね。あ、今乗りました。今乗った？なんかすごい久しぶりに練習してる気がする。見てない音だけでダフってんじゃんって。ダフってる。マジ大事な練習。今のはセーフ。まあラウンド中はねごまかせるけどね。マットはバレるよ。マットはバレるよ。皆さんバレてますよ。どうですか？今いいんじゃない？ですよね。緩んでる？うん、そう、最近緩むからさ、シャンクみたいになっちゃう。わかりました。こうですね、うん、開いてる。え、多分それ重いじゃん、クラブ。うん、ヘッドを先行くようなイメージで。そうそうそう。だね、グリッププレッシャーが強いと、ヘッドが効かなくなるから、もうちょっと力抜いて握るとヘッドが効くよ。じゃあこれぐらいかな。右？ちょっとね。いつもより頭がこういったり。ガンってやってる？頭の位置がちょっとずれてる。こういう感じかな。それぐらい結構腹筋使うと思うわ。そうですね、うん、はい。自分でこう軸がどこにあるかをこう探って練習するといい。ちょっと目つぶってる。どうですか、うん、どう？開いてる？そうでもないと思う。練習法いいや。私すごい合ってる。自分で十字を作るの。打ちたい方向と、打ちたい方向とこの真ん中の線を、これを中心位置として、まあピッチングね。中心位置として球を真ん中に置いて、自分の軸がこの縦の線。で打ちたい方向がこの横の線。これを気にすると。本当に意識が変わるからずっとこう軸がぶれないで見て。それどこ見てるの？目線？全体的にこれを見てて、一番気にしてるのはここ。で球の位置。で振り抜くのをその線にと線。そうそうそう、この横の線がこの肩のライン、腰のライン、膝のライン、足のライン。まっすぐね。と平行。やっぱそれはピッチングがいいの？うん、まあミドルアイアンとかまではボールの位置ってこの辺でもいいと思うから、ドライバーになってくるとね、ちょっと変わるけど、まあ一番ナチュラルなというか基礎練的なね。すごい。すごい我慢してる。コースで打ってる時よりも。我慢してる。コース行くとね、やっぱさ、こうロケーションとかもさ、そうだね、こうなんかとかさ、やるよね。とかやりがちだ。いいんじゃない？よかったよね今ね。結構ねこんな集中することないよ最近。いいじゃん。集中しております。いいじゃない。よかった今。うん、やっぱ軸がちゃんとあるとさ、うん、軸があるとクラブってこう、そう、振り抜け出るよね。抜けるね。軸がこう流れちゃうとクラブって遅れて遅れて遅れてで小手先でドンみたいな、うん、そうなるけど、軸がちゃんとしてると気づいたらセットが出てくからね。気づいたらいってるね。うん、しかも球がね、そう、その方向にもういつもこう持ってくからさ、それすごいいい感覚。気づいてると球がいってる。そう、打つ前にさ、はい、お腹ちょっと引っ込ましてみる。はい、ここですね。無言です。お腹に気を取られて手打ちっていうまさかの出来事が起こってちょっと無言になっちゃった。うん。ギリギリ。ギリギリ。いいんじゃないでしょうか。いい。はい。なんかちょっとやっぱ抜けるよね。ちょっとね。わかる。ちょっと伸ばすわ。伸ばす手を。そしてスパルト。うん、いい？よくなったよね。よーし。ちょっとじゃあリサ先生のスイングを見ようかな。ね、それ7番ですか。それ8番。8番。私の大好きな8番。いいよね。8ってなんか安心しない？する。7だとさ、ちょっとさ、不安になるのにちょっとね。いやなんかね、8を持った時の安心感ってないな。ああ、そうね。8はさ、スパーンって抜けるよね。なんかいいよね。いい。飛んだね今。なんか綺麗だ。なんかさ、練習が楽しい。いいよね。この時間の練習っていうのがまたいいのかもね。そうかもね。うん、なんかそよそよ。確かに。こう風が。まださ、汗もかいてないしさ、そうだね。ギドギドしてなくてさ、ラウンド後ってなんか本当目もさシパシパしてさ、なんか辛いじゃん。普通の練習場行くのとまた。違うじゃん。鼻もなんか広げるやつ。なんとも言えないこの微妙なスライス。いい匂いだ。カモです。バンカー避けて避けてみたいな打ち方をずっとするので、やっぱそれは新しい。バタンって閉めちゃって、あ、鍵ないじゃんみたいな。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくね。